歌舞伎俳優の市川海老蔵が11日、都内で行われた映画、ハンソロ、スター、ウォーズストーリー、6月29日公開、の来日記者会見に登場した。チューバッカにハグされてれる市川海老蔵、スターウォーズ、シリーズのハンソロの知られざる若き日を書いた同作を引っ提げ、若きハンソロを演じたオールデン・エア・エン・ライク、ハンソロの、生涯の相棒、チューバッカ、ロン・ハワード監督が来日。さらに、スペシャルゲストとして、スター・ウォーズ、の熱心なファンであることが前提とされ、吹き替え版カメオ声優、に出演が決定した市川海老蔵がスペシャルゲストとして登壇した。海老蔵はステージに登壇すると、監督とオールデンと握手を交わし、さらにチューバッカにハグされ照れ笑い。本作で、ハンソロとチューバッカが初めて出会う運命の場に立ち会うストームトルーパーの声を務めるが、子供の頃から好きだった、スター・ウォーズの作品に声で出演させていただいて、光栄に思っています。父が、スター・ウォーズ、大好きだったので、父に伝えたいと思います、とこ、市川團十郎さんに報告したいと話した。また、世代を超えた愛や、日本ではできないエンターテインメント、見ているだけで楽しい。そして、戦いと善と悪の構成。引きつけられる部分が多い、と、スター・ウォーズの魅力を語り、父が私を映画館に初めて連れて行ってくれたのが、スター・ウォーズ。忘れられないので、今日お招きいただいて光栄です、と思い出を明かした。さらに、自宅に同シリーズの DVD があり、もうすでに子供たちも家で、見ています、と長女のレイカちゃんと長男の勸玄くんも見ていると告白。今回の、ハンソロ、は、父に連れられて行った新宿の映画館のあたりに連れて行こうかなと、と子供たちと一緒に見に行く計画を明かすと、ロン・ハワード監督は、ありがとうございます、と喜んでいた。左からチューバッカ、オールデン・エア・エン・ライク、ロン・ハワード監督、市川海老蔵、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。